どうも、鬼の晩酌です。こんばんは。今週もお疲れ様でございました。オリックス・バファローズが見事な、打線爆発。ね。もう、ダイハードぐらい爆発していただきまして、もうね、山岡さんが打たれようが、関係ないっていう点差にね、していただきまして、このようなね、素晴らしい週末を、迎える運びとなりました。それではですね、全国の、そうですね、18億8000万人のね、オリックスファンの皆様、今日はお疲れ様でございました。乾杯。幸せね。連日暑いですけどもね、この一瞬ですよね。仕事から帰ってきたらオリックスがね勝っている、ね、そして、ニュースをはしごしながら、お酒というね、いやーこれですよね。最高でございますね。まあ引いて言えばね、ちょっと山岡くんが今日の展開で勝ち星稼いどかないとね、どこで勝つのよっていう話ですけどもね。まあまあまあ今日はね、苦言を呈していてもしょうがないんでね。まずはこちらね、4月9日日曜日、11対5で見事に勝利、万歳万歳万歳、ね、もう収穫だらけでしたね、この西武戦2戦はね。やっぱ森友哉が離脱してからさ、それで楽天でね連敗して終わったじゃない。これはちょっと嫌だなっていうね流れで、ここに来てこの西武さん相手にね、この打線の爆発を見ていれば、おやっていけるなと。森友哉が不在でもね、セデーニョがすごいね。で紅林が、18試合連続安打ですか。あれはその昔後藤光隆さんがね、そこそこいい記録出してたんだよね。この連続安打、直近だと誰になるのかな、正隆とかなのかね。ちょっとわかりませんけども。18試合連続。ね、2日連続お立ち台。ねえ、どうしちゃったのよ、紅林くんっていうね。やっぱ誰か、主砲が不在の時にね、打ち出すよね、この人は。本当にね。いやー、なんかこう、ねえ、副委員長みたいな人ですね。委員長がいない時には、私やりますって感じでしょうか。ねえ、ありがとうございますね。ねえ、で、義母ちゃんもいい働きするじゃない。いや、つながしたら天下一品ね。もうその、ねえ、あそこの紅林のタイムリーの時もそうやけどさ、その後の4点取った時もやっぱギボちゃんがフォアボールで繋いでってことでしょ。いやこれギボちゃんで決まりかもね。もうちょっと今年はもう正直太田君にセカンドをねダッシュしてほしかったんだけども、もうこうなってきたら話が変わってくるよ。これもうギボちゃんがもういいじゃないね。ギボちゃんがギボ紅林の二遊間っていうことにどうもこれ落ち着きそうですか。ギボちゃんもうねこれを何試合か続けたらもう確定でしょうこれはね。いやいいですよ。で今ちょっとサード胸がね、ちょっと今日は打ちましたけども、まあちょっと今シーズンはちょっと怪しいところあるのでね、その辺はもうゴンザレスと、まあ西野さんも上がってきたしね、ちょっと難しいところではあるんですけども、まあ熾烈ですねこれは。で太田くんもいるしね、上がってきたらね、どこで使おうかっていう話になってくるから。まあファーストトンちゃんはもう決まりだもんね。首位打者だからいかんせん。
まあ、ちょっとね最近元気ない気がしてますけども、今日ミスショット多かったね、悔しがってましたね。やっぱ4番のプレッシャーってあるかもね。やっぱ5番ぐらいがいいのかな。そうね、セデーニョとかね、ずぶとそうだから4番に置いといてね。まあラオウさんとかでもいいよね。トンちゃんはちょっと5番か、もしくはちょっと3番とか打たしてみても面白い気がしますけどもね。4番紅林っていうね、ありじゃないですか。いやまあ中川、そうね、中川義母もなんかうまいこと言ってるしね。あ、今日は石川亮がねマスクでしたけども、あれどういうあれやったんかね。まあ本来ね、こう山岡の時は、森友哉やったんかな。それであれか、まあ若月さんも疲れてるし、ちょっと一回石川亮行ってみようかって感じかね。まあね、ちょっとバント失敗しちゃったけどもね。まあまあまあね。あとはそうね、まあちょっと振り返っていきますかね。3回クレバシタイムリードンね。まあまあしょう、まあちょっとね、まあいろいろ今日得点シーンが多いんでね、すっ飛ばしてますけどもね。3回からですけども、クレバシがね、中川義母の連打の後に紅林くんがちょっとこすったかなと思ったけどもね、あ、伸びていきましたね。オーバー、ライトオーバーということでね、右方向に、逆転、これで一気に1対2で逆転しましたよ、つって。それで、やっぱりトングがフォアボール選んで、セデーニョスリーランドン、ね。はい、これで終わりかなと思いきやね、はい、ラオちゃんがツーベース、ね、惜しかったね、あれね。もうほんまこんぐらいじゃないねえ。いやー惜しかったね。アベック見たかったんだけど、アベックじゃないか。連続あのトング挟んでるからね。それでねツーベースでしょ。こっから野口がタイムリーでねえ、相手エラーも誘いまして一挙7点ですよ。1イニング7点ねえ、取りすぎちゃってどうしようですよね。1対7にしましたよって言って、山岡さんあとはもうやっちゃってくださいっていうね。もう何でもいけますよっていうぐらいな感じでしたけどもね。ちょっと雲行きが怪しなってきまして、あやあやつってね。山岡さんどうしましたかつってね、我慢ね、もうあと何、ワンアウトぐらいまで来てたよね。ここでかいっていうね、降板残念ね。宇田川さんにスイッチね。でその宇田川が買いまたぎでちょっと栗山さんにホームランを打たれまして、あやあやつってね、2点差になっちゃったよつってね。これもう雲行き怪しいね、ゴロ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 ですよ。一雨来るぞっていうね。もう宇宙刑事ギャワンで言ったら、ね、星獣ドルが出てくる感じのね、この雲行きですよね。ゴロ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 って言ったよね。あらら、大丈夫ですかこれは。つっとったらこれ、6回ですね。まあこれはちょっとラッキーな部分もありましたけどもね。紅林くんのボテゴロが、相手エラー誘いまして1点。そしてセデーニョ、ね、そんなバッティングできるんだっていうね、こう、追い込まれてから右のね、外の球をこう、綺麗にね、こう、ミートして、コンパクトにね、打ち返しまして、それできんのっていうね、その図体で、これはいい外国人取りましたよ。育成上がりでね、すごいですよ、これはね。そして胸が、いい当たり出たね。宇宙間真っ二つ。これで4点取りまして、まあまあまあ、これだけあれば大丈夫でしょうっていうことで、あとはもう、ね、リリーフの皆さん、お願いします。阿部ちゃん、山田、比嘉さん、無失点リレー、素晴らしい。ね、はい、来ました、オリックス、再び首位に浮上いたしましたというね、素晴らしい。ね、
今日は、今シーズン最多の、4万人ぐらい入ったの ?3 万何千人これでまたオリックスの人気がどんどん上がっていってこれ。ね、懐かしいね、ガラガラだった。ねえ、ガラガラだった京セラがね。いやー、すごいよ。素晴らしい。じゃあ皆さん、ね。来週はロッテかな?はい。それで、一応ですね、ちょっと12、13と、タモンズ全国ツアーっちゅうのもあるんでね。第1弾は、12日浜松、13日名古屋。ちょっと名古屋の方はね、会場もちっちゃめなんで、あんまね、もう完売ぐらいなんですけども、浜松の方はね、まあ、ちょっと大きめの会場なんで、まあちょっとね、まだチケット余裕ありますんでね、ちょっとね、お近くの方どうですかっていう話です。ね、浜松。ね、うなぎなんか食べながらね、ちょっと、寄ってみては浜松にね、どうでしょうかっていうね、ことでございます。はい、お求めはね、ファニーチケットというところでね、もしくはファニークラウドファンディングというところで、お求めできますんで、ね、ぜひお願いします。はい、以上でございますかね。はい、お疲れ様でした。はい、さよなら。バイバイ。